こんにちは、森岡と申します。よろしくお願いいたします。僕なんとなくですね、見たことがあるような顔の人がいたりしたんですけど、僕のことを知ってる人いますか？あ、いない。あ遠くにいた、遠くにいました。あ、ということは僕多少は自己紹介した方が良かったですね。多少でいい。私がですね、自己紹介すると長いということがよく知られていてですね、今回自己紹介をちょっと省いてきたんですけれども、今は、理化学研究所の横浜の方にいます。私の研究内容はですね、どちらかといえばこのエピゲノム解析を主にしたものが多いんですけれども、あとは今は KG というですね、まあ、日本から生まれたですね、テクノロジーの、まあ、NGS 解析、NGS データですね、そういうのを解析するようになってきています。で、先ほどボノさんがお伝えいただいた、お伝えくださったようにですね、私が今から説明することはこの本の内容とは違います。本には書いてません。本に書いてない内容を話します。本に書いてある内容は皆さん日本人だから読めるはずです。で、もちろんその中でわからないことはあると思うんですけれども、わからないことはですね、まあ著者に聞けばいいし、もしくはそのソフトウェアを開発したですね、開発者に聞くのが妥当なところだと思います。で、ただですね、この本を読んでみて、特に僕が専門とするこのチップセック解析のところを読んでみてですね、ちょっと足りないなと思ったようなところとかも多少あるんですよ。で、そういうところを私がフォローアップしようと思います。ですので、本をあまり読む必要はありません。こちらを見ていただければと思います。この中でですね、もうこれまでもうチップセック解析を一度でもやったことがあるという方いらっしゃいますか？お、いらっしゃいましたね。嬉しいですね。2人ぐらいいますか？あ、3人目が後ろにいますねチップセック解析全くやったことがないという人、あら、チップセック解析がどんなものか大体わかるという人、ウェットのテクニック上でわかるという人、あ、大体わかりますか？全くわからないという人いますか？あ、そうですか。ちょっと全くわからない人にとってはですね、今から話さないとちょっとわからないかもしれません。まあ、その場合はですね、ヨード社かな、ヨード社だったかな、何かから出てるですね、次世代シークエンサー、の本とかいろいろありますので、そちらでチップセックって一体何かということを、学習していただいた方がいいと思います。で、今日の内容なんかはその人にとってはどちらかといえばすごくアドバンスな内容に近いので、あ、そうです、こちらです。こちらを読んでいただければチップセック解析何かっていうの分かると思うので、まあ興味があれば読んでいただいて、で今回の内容を思い出していただければより、理解が深まると思います。はい、よいしょ。ということで、実はこのエピゲノム解析の書を担当している方がですね、中村先生という私の、とても親しい方です。なのでその人の書をですね、ダメ出しするみたいな感じでちょっと気が引けるところもあるんですけれども、まあ、同業者としてこの書を眺めてみたらどういう観点があるかということですね。はい、でこちら、まだネタが続くんですけれども、この著者ですね、共同著者の方からサインをいただいています。坊能さんのサインもあります、淳さんのサインもあります、それからですね、例えば、あ、ちなみにですね、皆さんこの本持ってますよね。この本のこのページ2ページ目ぐらい開いていただけますか？そこにですね、iPhone か何かのカメラを向けて写真を撮ってみてください。撮るとですね、ちゃんとここに顔のフォーカスが当たるんですよ。本当です、本当です。これ今日僕の発見です。ちゃんと当たるんです。誰かの顔に当たるんです。試してみてください。僕 iPhone6 ですけど、 iPhone6 だったらちゃんと顔認証しました。さあ誰でしょう？当たりません。当たった、当たった人
りました。お、当たった、当たった人が後ろにいる。お、当たりました。彼に当たってるような気がするんですけど太田さんにすごく当たりやすい。僕大発見だと思うんですけど、皆さん当たらない人は引き続き頑張って当ててみてください。はい、これを見てですね、ドライボン、これ非常にいいコンセプトで仕上がってると思うんですよね。著者の顔似顔絵入りというのは僕こういうの初めて見たんですけど、まあ、これを見てですね、私一句読みました。執筆の日々過ぎてなお教習中。まあ、執筆が過ぎてもですね、教習しなきゃいけないというそういう状況が続いている。これ私が読みましたので私の著物です。大切に扱ってください。はい、初めにですね、一つお伝えしておくべきことは、まあ、基本的に私後出しじゃんけんです。これ出た後にですねケチをつけてるようなものなので、まあ、間違ってもですね著者の方をディスるということはやめてください。まあ、どんな場合でもですねやっぱりパイオニアというのは重要なんですよ。パイオニアの人がいてくれるというのは大切なことです。勇気のいる行為だと思います。ですので、著者をディスるというのは、ね、たまに見かけるんですけど、そういうのはやめていただきたいなと思います。であとですね、チップセック解析のですね、今回のワークフローをですねシェルスクリプトで、置いてあります。でもしくは、その解析過程をですね、GitHub に置いていますので、ぜひ、こちらの URL 叩いていただければ、その解説を読むことができます。あと今回の講習のページもですね、GitHub に飛ぶようになっていると思うんですけれども、私の GitHub の方にリンクが貼ってあるので、引き続き飛んでいくことができる形になっています。それと今回のハンドアウトを見ていただければ分かるんですけれども、一つ一つのそのスライドの下のところにですね URL が書いてあるページがあります。それはその URL のページに行っていただければ、私がそのやり方を解説している GitHub を置いているという形になっていますので、そちらを見ていただければ、今回の説明を受けてこれやりたいなと思ったらそちらに行っていただければいいという形になります。はい、はい、というわけで長くなりましたが、前置きになりました。今回の内容はですね2つあります。1つ目はですねチップセックのですね、品質評価とそれからデータのクレンジング、この過程がですね、今回のこの227ページから始まるエピゲノム解析の部分にちょっと抜けていると感じました。ですのでこれはとても重要な部分なので解説させていただきたいなと思います。あとですね、データの統合という過程が、このチップセック解析の章でありません。何かというと、あるチップセックデータが4つありますと、この4つのデータを例えば、ヒストンの H3K4 トリメチルが入った部分が、についてのデータが4つあったときにですね、その4つのデータを統合して同じピークがあるところは同じ領域として合わせてですね、で、それがデータでどれぐらい違うかというのを比較解析したいと、そう考える方結構いると思うんですね。例えば先ほど RNSEC の話で、レプリケートの話があったと思うんです。レプリケートの解析したい場合、トップハートカフリンクス系でどうやったらいいかという話がありましたよね。そういうのやりたいですよね。チップセックでもやりたいと思うんですよ。例えばマイクロアレイライクに使いたいチップセックのデータを、まあ、そういう場合に私の今回のお話が役に立ちます。はい、この本に書いてある内容をちょっとまとめてみました。227ページからの内容を私がまとめたものです。まずですね、データプロセッシングの過程があります。ソフトウェアのインストール、それからデータのダウンロード、それから、そのデータを使って NGS データのマッピングという過程があります。この NGS データのマッピングをしたデータはですね、BAM ファイルという、ファイル形式になっているんですけれども、皆さんご存知だと思うんですが、こちらをですね、チップセック解析の場合はピークコール、山を見つけるというプログラムを走らせます。
とても有名な MAX というソフトウェアを使ってですね、この山を見つけるというのを行っています。次にですね、この本ではですね、ゲノムリージョンの相関解析というのを NGS プロットというプログラムを使ってやっています。これはまあちょっとこの文字だけでは分かりにくいという人は後々私が示す図を見てください。まあ、これをやって、さらにですね、このピークコール後のデータについて指数解析であったりとか、このピークコールの部分がどの遺伝子に該当しているのかというゲノミックアノテーションの解析、それからこのピークコール自身をゲノム上でどこにあるのかというのを見るのをですね、ゲノムジャックというソフトウェアを使ってゲノム上で可視化を行っています。このようなことが盛り込まれている本なんですね。で、先ほども申し上げたように、ここに私はちょっと付け足します。何かというと、この部分は説明しません。もう本に書いてある部分は説明しなくて、このマッピングした後にですね、チップセック専用の品質評価というのを加えていきたいと思います。さらにこの品質評価にですね、先ほどちょっと申し上げた NGS プロットというのが使えますよというのを解説させていただきます。これ結構重要なんです。チップセック解析の時に NGS プロットを使って、そのチップセックがうまくいってるかどうかというのを評価してあげます。さらにこのピークコール後のデータについて、いろいろなこう、アノテーションを行っていってるんですけれども、ここにですね、一つ、ちょっと書いてないんですけれども、ホマーというソフトウェアを使って統合する、このピークコールのデータを統合するという過程を経て、それぞれのアノテーションやパスウェイ解析に持っていくということができるんだよというお話をさせていただきたいと思います。はい、でまず QC ですね、品質評価、データの品質評価というのはですね、NGS 解析の時に一般的にどういうことが行われているかというのを振り返ってみたいと思います。これは先ほど、昨日ですね、ファスト QC というのをやっていたと思うんですけれども、ファスト QC とか、まあ、そういうものを後々やっていく前に、そのデータ自身がどういうバイアスを持っているのか、そういうことを、まあ考えて品質を評価していくわけですね。例えばバイオアナライザーというのを使います。バイオアナライザー皆さんご存知ですよね。バイオアナライザー知らない人いますか？分かりますよね。バイオアナライザーってどういうことかというと、電気エードを、マイクロ流量計というすごい細い管の中でやるタイプのものなんですよ。なので微量で電気エードができて、さらにそれを高感度で、調べることができるというものです。じゃあそれでどういうことが分かるかというと、シークエンスにかける時のDNA のライブラリがですね、クオリティとしてどういうものが出来上がったのかと。例えば400ベースペアの断片ができました、300ベースペアの断片ができました、1キロができましたっていうこともあり得るわけですね。それをまあ電気エードで見れば分かりますよね。それがバイオアナライザーです。でそのバイオアナライザーの時にですね、もちろん300ベースペアだけができるわけがないから、1キロができたり100ができたりとか、そういう分布が描けるわけなんですけれども、その分布の形状からライブラリーが期待通りにできているかというのを確認していくわけです。またですね、 RNA 抽出後のクオリティチェックですね、これは例えば、DNA ライブラリーを作る前の RNA のリンチを計測しますね。リンチというのは RNA インテグレーションナンバーの略なんですけれども、バイオアナライザー特有のですね、 RNA がどれぐらい分解されているかということをスコアリングした指標です。そういうものを使って品質評価をする、こういうことにバイオアナライザー使っていくわけですね。チップセックの時は当然 RNA じゃないのでこれは使われないわけです。サンプルプレップ後のクオリティにまたバイオアナライザーも使われていきます。キュービットというものもあります。キュービットは DNA にですね、蛍光色素を加えてですね、 DNA が光る蛍光色素を加えて、よりですね、 DNA 特異的に DNA の濃度を計測できるというそういう装置です。あとカパーですね、カパーの、定量キットですね、これは、DNA ライブラリー、シークエンスに使うですね、 DNA ですね、
これにはアダプタープライマーがついているんですけれども、そのアダプタープライマーによるリアルタイム PCR を実施するというものです。それによってまあシーケーシングのスターティングマテリアルの参考濃度が得られます。ファイレートスコア、フレッドスコアですね。フレッドスコアは、この DNA シーケンシングした後のですね、QC ですね、シーケンシングの時のクオリティということになります。あとは、マッピングの時のクオリティと、まあ、こういったものを、まあ、品質評価で、加えていく項目になります。で、まあ、この項目の中でですね、どういうことが分かるかというと、まあ、先ほど述べたようなことが分かってくるということですね。で、じゃあこれに対して不足している QC って一体何かということです。目的標法以外のですね、コンタミネーションの評価というのは先ほどの中にはあまり含まれていません。バイオアナライザーでは、ある300ベースペアぐらいの断片というのを想定しているから、100ベースペアぐらいというのは目的標本以外のコンタミネーションじゃないかと考えるわけですけれども、まあ、それでも不完全ですよね。マッピングされないリードって一体何だろう。実際この NGS 解析した後にですね、マッピングしてみるとマッピングされないリードというのが発生するわけです、まあ、これもやっぱり品質評価の一つですよね。まあ、話によってはですね、亀のゲノムが人のゲノムの中に紛れていたとか、そういうこともあり得ることはあり得るわけです。はい。まあ、実験環境でのコンタミやサンプルの取り違いといったものですね、それからチップ特有のアーティファクトというのは、先ほどの中には含まれていません。あとですね、 DNA シェアリングの不均一性です。チップセックを実際自分でやったことがある人なら分かるんですけれども、チップセック解析の時は、DNA、ヌクレオソームをですね、固定してタンパク質と DNA がくっついた状態にして、その後ですね、例えばハンディソニケーターでシャーッと DNA をバラバラにします。物理的にバラバラにするわけですね。そういう操作を行っているので、 DNA をバラバラにする操作に不均一性が生じていることがまあまああります。これはですね、実は、自動で DNA をバラバラにする機械、コバリスという機械があるんですけれども、その機械を用いても不均一です。僕の経験上何度やっても不均一でした。うまくいきません。ですから、かなりこのチップセック解析というのはその DNA シェアリングの不均一性を生じるものだということが、分かっています。あと GC 含有率が生物種によっても違います。 PCR バイアスがあります。チップセック解析は、PCR バイアスがあります。あの RNAseq とかの場合は、最近 PCR を返さない RNAseq もあるんですけれども、チップセックの場合は PCR を実施するので PCR バイアスがあるんですね。失敗か成功かの判断が難しいというものがあります。これは何かというと、チップセック解析の場合は多くの場合ですね、ポジコンというのがありません。ないんです。ある転写因子がある DNA の部分に結合するという情報を皆さんどうやって調べてますか。誰か分かる人、実験的にどうやって調べるか分かる人、あれはい、あのその前に皆さん、実験科学者の人、実験科学者ですよね。分かるはずですよ。バイオインファーティシャンが知ってて実験科学者が知らないなんてことはないはずだ。ゲルシフトアッセイとか知らないですか。スーパーシフトとかしますよね。ね。まあ一応ですね、そういう情報であるゲノムのある領域に結合するんじゃないかという情報は分かるんですが、実はそれってインビトロなので、ビボで本当に結合してるかどうかって全く分からないんです。実際私がチップセックのデータを見ていて思ったことは、すごく有名な転写因子の結合サイトが1000ベースもずれてたことがあります。でもそこはすごい有名なサイトなんです。 HRE と呼ばれるある転写因子が結合するとても有名なところなのに、それが1000ベース離れてたことがあります。それぐらい、インビトロで我々が調べてたこと、
それから個々の遺伝子で調べてたことっていうのは、チップセックのようなゲノムワイドで調べてみるとずれてたっていうことはよくあることなんです。なのでそもそもポジコンというものを、転写因子が結合する場所としてポジコンというものを考えるのはかなり難しいです。なので失敗か成功かの判断というのが難しいんです。さらに言うとネガコンもありません。難しいです。例えばチップセック解析のネガコンというのは、完全なネガコンを取るとすれば本当にその転写因子が結合していないということを想定しないといけない。で、それがダイレクトでもなければインダイレクトでもない、結合サイトじゃないといけない。かなり難しいですよね。そんなサイトが本当にあるのか。そして、そのために我々はじゃあネガコン何取るかというとインプットコントロールというのを取ります。インプットコントロールというのは何かというと、クロマチンを、ホルムアルデヒドで固定したものを、バラバラにして、で免疫沈降したあと残ったプルダウンした DNA を調べていくわけですよね。この時に免疫沈降を介さない、つまりプルダウンをしない状態でタンパク質を取り除いてで DNA セックしたもの、これがインプットコントロールです。つまり免疫沈降してないわけです。それがインプットコントロール、インプットしたままのものということですね。つまりその条件ではランダムにゲノムが取れてきてチップセックのようにある部分が濃縮されるということはないはずだということを仮定しているわけなんです。ところがですね、それってある意味エコヒーキですよね。チップセック解析で抗体で落ちてきている部分っていうのは、ゲノムの広いインプットコントロールを取った場合だとそんな簡単にその部分が落ちてくるわけないじゃないですか。ゲノムの方が広いから。チップセックの場合は、まあ、ある場所を見て濃縮を見てるからそれはたくさんその部分がエンリッチするだろうけど、それのネガコンとしてゲノムを全部ランダムに選んだ時にそこが落ちてくる確率なんて本当に少ないのは当たり前じゃないですか。インプットコントロールなんて完全なネガコンなわけがないんです。じゃあ何が完全なネガコンかというと、ある抗体に対してノックアウトの細胞、ヌルの細胞を用意して、そしてその抗体が完全にワークした状態でヌルの細胞とヌルじゃない細胞を持ってきて免疫沈降してやると。そうすればヌルの細胞の中にはそのタンパク質がないからその部分が落ちてこないはずだ。それがネガコンに、完璧なネガコンである。嘘です。違います。そんなことありません。なぜかというと免疫沈降したものの中にインダイレクトが含まれているので、インダイレクトでプルダウンするものをこのヌルの細胞の方ではある程度過小評価することにつながっていきます。ですから、必ずしもこのネガコンというのは、パーフェクトなネガコンというのは今のところ存在しません。ポジコンもネガコンもそうですが、存在しないということがわかります。というわけでですね、チップセックの結果って、調べるの本当に難しいんです。だから出てきている結果が、まあ、本当に信用に足るということの保証がない限りはなかなか論文にするのも難しいなというのがチップセックの難しいところだと僕は思います。いい加減なデータは出せない、まあ、そういう形でですね、じゃあ当然ですけれども、そのよくわからないデータに対してアプローチしていくときには慎重にならざるを得ませんよね。できるだけ慎重なアプローチを築くべきです。そういう意味で QC は、それからフィルタリング、データのクレンジング過程というのはしっかりしっかり取っていくべきなんです。フィルタリングのカテゴリーとしては、ファスト Q の時点ではフレッドスコアというものがあります。これファスト QC というのをやりましたよね。フレッドスコアという値を使います。マッピングの時は MAQ、 マッピングクオリティというものを使います。これはやりましたか。 MAQ 値でマッピングクオリティを見るというものをやったという人いないですか。はい。次にユニークマップドリードです。これはあるシークエンスリードがゲノムに貼り付けた時にですね、同じような配列がたくさんあればマルチヒットしますよね。それを言っているんですね。マルチマップされたところっていい加減じゃないですか。
ですからそんな情報をチップセックに使っていいでしょうか。どうなんでしょう。あまり良くないですよね。ですからユニークリードだけをユニークマップドリードだけを使おうという試みです。さらに PCR デュプリケースです。チップセックのサンプルプレップには必ず PCR を介しています。ということは PCR バイアスがあるはずですよね。必ず。PCR 皆さんかけたことある人ならわかると思いますが、DNA の組成が、塩基組成が違うだけで全然効率が違います。ですから、その転写因子が、もしくはそのサンプルが、GC コンテンツが違えば、その PCR 効率っていうのは断片によって圧倒的に変わります。ですから、PCR デュプリケーツというものが測れるのであれば、そういうものは削除してデータを見てやるべきだと思いませんか。それに使うのがマークデュプリケートというコマンドです。マークデュプリケート知ってる人、パイカード、ピカードツールを知ってる人、はい、後ろにいました。ピカード、ピカード、ピカード、そう、スターウォーズの名前を、スターウォーズの 何の名前を使ってるんですか、あれ。俳優、船長、船長、出てくる人、出てくる人の名前らしいです。で、あ、そうそうそう、本に書いてあるそうですね。何ページですか。はい、その一つです。サンプル間の、リードの分布を先ほど、お、148ページです。いいですか、こういう無駄な努力がですね、いやいや、無駄じゃない、無駄じゃない無駄じゃない努力がですね、愛を生んでいくわけです。はい、NGS プロットという、先ほどちょっと紹介したもので、リード間の分布というものを見ていきます。あとはですね、経験的フィルタリングというのがあります。それがですね、今回私の何と言いますか、とっておき、ブラックリストというものですね。ブラックリストを使う、それからリピードマスクドリージョンというのを使うという、この2点になります。どちらかといえばこちらのリピートマスカーの方はやってる人多いんですけれども、ブラックリストは結構やってる人少ないので、帰ったらボスに自慢してください。ブラックリスト知ってるかい、知らないだろう、俺も知らなかったよ。はい、今のは笑うところですよ、笑うところです、笑うところです。いいですか。はい、まず一番初めマッピングのところからいきましょう。マッピングの時にですね、皆さんは、この実習の中では、ここはですね、何も考えずにできているんです。マスクドゲノムを使わないという注意点があります。マスクドゲノムというのがですね、ゲノムデータベースにあるんですよ。で、それは何かというと、あんまりですね、リピート配列とかが繰り返しのきつい部分とかはですね、マスクしてしまって見えなくして、でゲノムとデータとして置いてあるんです。その方が都合がいいことがあるんですね。で、そういう部分に興味がなかったらマスクドゲノム使えばいいじゃないという話があるんですけど、これはやめてた方がいいです。普通にマスクしていないゲノムを使った方がいいです。なぜかというと、さっきのマルチヒットの問題に相当します。本来マスクされている部分にですね、張り付くはずだったリードがですね、他の領域に張り付く、そしてパーフェクトマッチというか、高いスコアで、存在するということもあり得るわけですよね。つまり本来つくはずだったところじゃないところについてて正解だと言っているようなリードが存在してしまうということです。マルチヒットは必ず除くということですね。傍体オプションや、マッピング後の MAQ 値を利用しても除きます。ただしですね、注意点としてはサムバムファイルの情報というのはこのマッパーですね、BWA とか傍体といったものですね、そういったものによって変わるので必ずマニュアルをしっかり読むということが重要になります。で、まあ、こういった部分は私の方から簡単に説明したいと思います。はい、で、ここで私のパイプラインをお見せいたします。このパイプラインについてはですね、先ほども申し上げた通りですね、 Google ドライブにアップロードしてありますので、この内容を全部見たいという方はぜひそちらでですね、シェルスクリプト tsa.sh というシェルスクリプトがありますので、そちらを見てください。で、自分に使いたかったら使ってみてください。はい、
その際にですね、この、まあ、ユーザー便ビンシェルからですねこう始まってですね、ずっと、マッピングが終わってですねデータのクレンジングが終わるところまで、コマンドが書いてあるわけなんですけれども、その中のマッピングに関わるところ、マッピングのクオリティとかに関わるところ、もしくはファストQファイルのクオリティに関わるところはですね、この3つのところなんですね。初めのはファストQクオリティフィルターというものです。これは、フレットスコアを利用してですね、ファストQをですねきれいなものだけにしていくという過程を経ています。で、そのクオリティ値として25を採用しています。最大でイルミナ型だとまあ40ぐらいですよね。もう少し高いイルミナーのプレップの方法もあるんですけど、だいたいフレットスコアマキシマム40という設定のものが多いです。その中でまあ25以上のものを取って、マッチ率がですね 90% を超えるリードというものを選択するように私は設定しています。ですが、ものによってはここは私は25から30に上げます。25でも厳しいという人もいますけど、僕はかなり厳しめにフィルタリングします。はい。次にですね、まあ、BWA をかけていってですね、サムファイルというのが出来上がっていくわけですね。で、次にマッピングの処理に行くわけです。このマッピングの処理、マッピング後のデータのクレンジングというのをですね、今、爆裂中というあのツイートが飛んできたんですけれども、はい、マッピング後のデータのクレンジングの方法として、先ほど言ったマッピングクオリティの値とサム情報というのを使っていきます。で、マッピングが正常にされている正常にされているリードのみを使うと。で、こういうリードって一体何かというと、主にマルチヒットです。マルチヒットのものを除いていきます。で、サムの情報はアライナーによって違うということで、その解説をここに書きました。僕のやり方です。あくまでも自己流です。で、マルチマッピングリードをやるやりかリードを除くやり方として、一つ目は、XS タグというのを使います。傍体ですね、傍体の XS タグです。ちなみに BWA では XS タグは出ないはずです。で、この XS タグを持っているものだけを、ですね、除いていって、取っていって、で、まとめるという操作を行います。で、この時にどうしてもですね、このグレップを使っているので、ヘッダー行が除かれてしまうんですね。これはシーケンスリードの行にあるかないかだけを見ているので、それだ とヘッダーのところには XS タグなんて全くありません。ですから、初めにこのワンライナーでですね、 XS タグをヘッダーをですね取ってきます。@sq と @pg というですね、先頭に文字がくっついているのがヘッダーになりますので、それだけを取ってきておいて、そして XS タグを使ってフィルタリングをしたファイルとこのヘッダーのテキストファイルをキャットでマージしているというわけです。そして出来上がったのがサンプル .uq.sum ですね。つまり uq というのはユニークという意味で私はつけています。またですね、 BWA ですね、 BWA の場合はこの X0 タグというのを使います。先ほどと同様にですね、Perl のワンライナーを使ってですね、ヘッダー行を抜き出して保存しておいて、で、グレップ先ほどと同じですね、全く同じですね、内容が違うだけです。 X0 の、i の1ですね、X0 コロン i コロン1というものを抜き出してきます。これ何を指しているかというと、i というのはインテジャーだと思います。この後ろ i の後ろに来るものが数字であるということを明示しているだけです。 X0 タグの、i の後ろに来るのが数字ですよと。で、それが1というものですね。で、1というのは、箇所だけマッピングされているものでいいのかな、そうだったかな、というものを取り出して、これが増えていくとまずいわけですね。
それを取り出してヘッダーと足し算をして、やはりユニークサムという名前を付けたファイルを作るという操作をやります。これここ書いてないんですね。ところがマルチヒットすごく重要なので、チップセック解析の時は特に DNA セックをしているわけですから、 DNA セックというのは RNA セックに比べてそういうこう塩基の不均一性の高いライブラリーからあるものを濃縮してきているので、マルチヒットしやすいんですよ。ゲノムはマルチヒットしやすいんです。だから必ずこういうふうにマルチヒットを除く操作を行った方がいいです。で、この内容について知りたければ、やり方について知りたければ、この GitHub を覗いていただければ、私がですね、そのやり方を懇切丁寧に説明しております。はい、次です。それが終わった後、さっきの操作のところですね。で、その操作が終わった後にですね、サムツールズでバムサム変換を行って相当したファイルを作成していきます。で、次に何をやってるかというと、先ほどお話しした PCR のバイアスを除くという操作を行います。これに使ってるのがピッカードツールですね。スターウォーズツールです。スターウォーズツールはマークデュプリケートというJava のプログラムが入っているので、これを使ってやると PCR のバイアスを除くことができるということです。で、この時にですね、別にここまでダラ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 なんかいろいろ書いてると思うんですけど、僕が書いてるんですが、リムーブリプリケーツトゥルーの後にバリデーションストリンジェンシーイコールサイレントって入れてるんですけど、これもちょっとしたコツで、これ入れてる人なかなかいないと思うんですけど、何かというと、いろ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 僕の場合こうフィルタリングしていくと、なんか予想も起きない、予想も起きないというか、対してあのバグでも何でもないのにファイルがちょっと壊れたとかなんか言い出す場合がこのピッカードツールの場合はあるんですね。で、なぜかマークデュプリケートをやりたがらない、あのエラーを起こしてやりたがらないことがあって、なんかヘッダーかなんかかな、ヘッダー行がなんか足りないとか、なんかそんなことで動かないことがあるんですけど、まあ、そういうこうあの正確性をまあ排除しても全く問題ないので、サイレントというのを入れてやるとちょっとあの楽にいろんなプロセッシングができます。で、ただしですね、先ほどからあのこの PCR デュプリケートを除くって言ってるんですけど、当然チップセックの時はこれを除くことすごく重要なので、いろいろなツールがその除くことを前提にしている場合があります。例えば、今回この本でも使っている MAX ですね。 MAX は標準でデュプリケートカウントをしないんです。ピークコール山を見つける時にですね、 PCR デュプリケートがあったらそこはもう1カウント、10カウントあっても1カウントっていうふうにあの勝手にソフトウェア側で補正してくれています。そういうこういいツールがあるんですけれども、まあ MAX 以外を使うことも十分あり得るわけですよ。だからあらかじめ除いておくことはとても重要なことだし、実際にですね、これから後で見せるんですけれども、自分で可視化したときに PCR デュプリケートを除いてなかったら、まるでうまく取れたよと思うことがあるんです。そういうこうミスリーディングなデータを見せるわけにいかないですよね。ですからそういう場合を備えて、必ずこのマークデュプリケートで PCR デュプリケートは除いておいた方がいいです。はい、その3ですね、その4ですね、間違ってますね。こういうとこ指摘していいですよ、バンバン指摘していいですよ。そしたら俺うるさいって言うから、うわー来ましたね、どっかんどっかん言っていいですよ、皆さんどっかんどっかん来ましょう。はい、その3、その4 はい、次に PCR デュプリケートを除いた後にですね、何を私がやっているかというと、インターセクトベッドというベッドツールズ、これはもうこの本でバンバン出てくる、ソフトウェア、ベッドツールズですね、の一つ、インターセクトベッドです。
いろんなことができます。インターセクトベッドってどういうものって言われるとちょっと困るぐらいいろんなことができるので、そのうちの、あるファイルからあるファイルの領域を除いてしまうという操作を使って、この今回用意したこの WG エンコード DAC マッパビリティコンセンサスエクスキュータブルドットベッドというものの領域をこのファイルから除きますよということをやっています。こっちも同じですね。このファイルからこの HG19RMSK.2.bed というものをの領域を除いてやりますと。つまりこれがアーチファクトだろうということを言っているんですね。アーチファクトを除きますよという操作を僕は2段階やっています。で、僕の場合に特殊なのはこの1段目です。1段目この WG エンコード DAC マッパバリティコンセンサスエクスキュータブルドットベッドというのは何かというと、先ほど言ったブラックリストと呼ばれるものです。チップセックとはじめとする DNA セックではリピート配列や構造上性質上残りやすい DNA 断片が存在します。その DNA 断片の情報としてブラックリストや、マスクドゲノムシーケンスですね、まあ、リピートマスカーのシーケンス、リピートマスカーで見つかるシーケンス情報というものがあるということが知られています。で、1点だけ注意しておきたいのは、このリピートマスカーによるマスクドゲノムシーケンスというのは、後々見せますけれども、リピート領域を見つけてきてるんですね、プログラムで。で、その領域をチップセックデータから除いた場合、たまにですけど、たまにですが、チップセックデータのその転写因子が結合するところにリピートが前後に挟まってるとか、真ん中の方にちょこっとリピートがある場合、そこの領域ごそっと除いてしまうので、こうピークがですね、本来こうやってこうタグがタグデンシティがある部分にリピート領域がこういう感じであると、この部分がごそっと除かれてしまうわけです。これ分布壊しますよね。壊してしまいます。ですので、転写因子によってはですね、あまり良くないんです。ただ例えば、ヒストの修飾とか、そういう場合は必ず除いてあげた方がいいです。ヒストの修飾ってかなりブロードなレンジのシーケンス情報を拾ってくるので、こういう、こうリピートの領域なんかは PCR バンバンかかりやすいから、ここだけブラーッとこう高くなることってよくあるので、リピートマスキングのデータを使って、そういう部分を排除してやった方が綺麗に見えます。はい。なので、こういう壊してしまうケースがあるので、必ずこれ僕2段階やってるんですけど、バムバムファイル2つとも、このファイルをやった後、このファイルをインターセクトしていくんですけど、その時にですね、このファイルも残すし、このファイルも両方残します。中間ファイルを残しておいて、どういうピークの変動があったのか、どういう部分にこの転写因子結合しているのかっていうことをどん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 調べていって、最終的にどの時点のフィルタリングを採用するかっていうのを詳しく詳しく調べていきます。ちなみにこのリピートのマスカーの領域の作り方というのも UCSC のテーブルブラウザーを利用するんですが、私の、GitHub の方に載せてあるので、ぜひご覧になってください。さらにこのブラックリストについては、この NGS ビギナーのところかな、あ違うな、ブラックリストについては、このシェルスクリプトの中に、書いている状況ですね。このコマンドを実行していただければできるということです。で、さっきから言ってるブラックリストって一体何やという話ですね。エンコードプロジェクトって分かる人、エンコードプロジェクト分かる人一人だけ、本当ですか。エンコード、皆さん、僕ここでエンコード教えません。じゃあエンコード調べてください。エンコードを知らないのはまずいと思います。はい。まあ、要はですね、このチップセックみたいなデータがたくさん取ってくれた先人たちがいるんですよ。そしてデータベース化してくれています。で、そのチップセックデータを先にやってくれた人たちがですね、何を用意したかというと、チップセックデータいろ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 取っていくと、必ずそのゲノム領域で落ちてくる部分があるんですね。抗体変えてるのに、インプット DNA なのに、全く同じ箇所が落ちてくるっていうことがあるんです。
で、そういう情報を集めたのがこのブラックリストです。で、これブラックリストのホームページ書いてありますので、ぜひご覧になってください。で、今のところですね、ブラックリストを用意されているのは、ヒューマンとマウスとフライとワームです。ヒューマンは HG18 と HG19 しかありません。もし HG20、GRCH38 とかに使いたい場合は、GRCH38、一番新しいゲノムとかに使いたい場合は、リフトオーバーしてください。リフトオーバーツールというのを検索すれば出てきます。ゲノムを変えたい場合、リフトオーバーしてください。そうすると、この情報を使えるようになります。はい。おっしゃったリフトオーバーっていうのは、はい。エンコードに限らず、はい。何かの領域の情報を集めたものがあって、それをが古いバージョンのゲノムを元にしているときに新しいバージョンに移す、はい、生物問わず使える、生物問わずではないんですけれども、要はあるゲノムのバージョンからあるゲノムのバージョンに変更されたときに、その情報を移し替えるためにときに、のに必要なプログラムツールで、まあ、そういうものがもうすでに作ってくれてる人たちがいて、で、それをそのプログラムを走らせると、まあ、例えばスタート領域が100から200が150から300に変わってたら、その座標に変えてくれるというものですね。そういうもののことを我々シンテニーと言いますね。そのゲノムのシンテニーって言ったらちょっとおかしいか。シンテニーだと生物主観になるかな。まあ、ゲノムとゲノムの座標の違いというのをリフトオーバーしてくれるというわけですね。HG19 で座標が200から300だったものが、まあ分かると思うんですけど、150から250に変わってたら、この座標をこうスイッチしてくれると。まあ、そういうツールがあります。 UCSC にあります、リフトオーバーツール。それを使えば HG19 以外でも使えますので、ぜひ使ってください。じゃあこのブラックリスト、もっと具体的にどういう場所を指しているのかっていうのを見たいですよね。見たくないですか？見たくなかったら飛ばしますよ見たい人は、はい、見たい人は、はい、はい、素直になりなよ、素直になりな、僕は素直な君が好きさ。さあ、これがですね、ブラックリストです。どうぞご覧ください。どこかというと、これ染色体何番かのここです。これセントロメア、長腕と短腕の、短腕と長腕の間です。セントロメア、セントロメアのところにこのブルーのラインですね、ブラックリストの一つがあるんですね。これを僕見た瞬間にいいものを作ってくれたと思いました。なぜかというと、僕チップセックやってる時に必ずピークコールすると、一番高いピークとしてどこが見つかるかというと、このセントロメアの端っこなんです。皆さんもチップセックやってみてください。絶対にここ見つかります。で、こういう領域弾きたかったらブラックリストを使えばいいんです。でも実はブラックリストでも不十分です。ブラックリストをここからここまでやってくれてますけど、ここの端っこちょこっとだけ残るんですよ。あとここもちょこっとだけ残るんです。そこがピークコールされるんです。だからちょっとブラックリストの配列を伸ばすぐらいの、セントロメアだけ伸ばすぐらいがちょうどいいです。こことここなんて絶対ピークコールされますよ。これ小さく縮小で表示してますけど、これ1000とか2000とかありますからね、タグデンシティが。絶対にピークコールされます。なんかこういう部分覗きたかったらブラックリストを使うしかないんですよ。で、その他の部分についてもチップセックの経験的にアーティファクトを覗くことができます。リピートマスカーはどうかというと、これ赤いところリピートマスカーの領域全部です。これ遺伝子です。遺伝子ちょっと小さく縮小してるんですけど、これは長腕かな、短腕です。長腕ですね。あ、短腕ですね。短腕の部分ですね。短腕の部分のセントロメアよりちょっと上から見ていますけれども、
もうベターって張り付いてるじゃないですか。これ何かというと、あのマイクロサテライトとか、マイクロサテライトじゃない、ラインとかザインとかリボゾーマル、DNA でいいのかな、この場合だった、そういう領域ですね、そういう領域がこの TAA の N 回ある領域とかですね、ライン C、MER 領域とか、まあ、こういう情報を、リピートマスカーの部分というのは見つけてくれているわけなんですね。こういう領域、実はですね、例えばリボゾーマル RNA の遺伝子がイントロンにあるっていうこともあるんですよ。だからエクソン、第1エクソンと第2エクソンの間のイントロン、第1イントロンにあったりするわけです。そういう場合ピークコールされているとそういうところがジョコッとこう、この辺がこうゴゾッと抜けたりする場合もありえるんですよ。なのでリピートマスカーというのはかなり広範囲な、ゲノムの広範囲なリピート領域、繰り返し領域を、見つけてきているということをよく知っておいてください。はい、というわけで、マッピングの後にインターセクトベッドというベッドツールズの、プログラムを使ってアーティファクトを除いていくという行為を行ったんですけれども、最後にですね、それだけではなくてさらにですね、それを行った後に NGS プロットという、この本にも書いてあるとても有用なツールを使ってですね、そのタグの分布を見ることで品質を評価してみたいと思います。こういう図を見たことある人、これなんかこういうのよく見かけるな、論文でよく見かけるな、手を挙げていない人以外はもっと論文を読んでください。絶対もうネイチャーペーパーなんて1週間に1回必ずこんなあのヒートマップ書いてますよ。これ何かというと、ある領域を例えば TSS ですね、転写開始点を中心にして、それをこの横が一つ一つ転写開始点なわけです。一つ一つ転写開始点に対して今回 NGS 解析した、まあ、チップセックしたものがですね、その領域のどこに分布しているかっていうのを数値で計算してですね、例えば、これを線分割して、線分割した時にタグがここ100カウント、50カウント、10カウント、0カウントみたいなのをカウントしていって、それを全 TSS、まあ、全遺伝子ここに並んでるわけですね。全遺伝子バーって並べてヒートマップ書いた、 TSS が真ん中というものを見たものです。つまりこれはどういうことかというと、ゲノムワイドでこのチップセックデータが、どういう分布をしているか、タグの分布、リードの分布がどう分布しているか、このリードの分布がどう分布しているかっていうのを TSS を中心として1000キロ1000キロみたいな感じで見れるわけです。でこれ実は僕の研究のオリジナルのデータの一つなんですけど、うにゃらら時間、うにゃらら時間、うにゃらら時間、同じ、サンプルの、時系列データなんですね。で TSS 中心に落ちてくるような転写因子の場合、そこがヒートマップでは濃く出てるわけです。つまりタグ、リードがたくさん集積してるわけです、 TSS の近くに、転写因子ですから、まあ、そういうデータが得られましたよ。これ皆さん変化としてはどう思いますか？ A 時間が一番変化してると思う人、 B 時間が一番変化してると思う人、はい、一人、 C 時間が一番変化してると思う人、何も思わない人、何も思わない人多いな。これを見てですね、皆さん、まあ大抵の人は B 時間が多いんじゃないかなとか思っちゃうかもしれないんですけれども、ヒートマップってこう並べた場合、3つ別々に並べた場合、ヒートマップの濃さで評価することはできません。つまり上げなかった人が正解です。さっき上げなかった人手を挙げてみてください。上げる勇気ありませんか？はい、実はですね、これ評価できません。さらにですね、ちょっとよく見ると分かることがあります。このデータすごいこう中心にギュッと絞れてるのに、他のデータが横に滲んでませんか？滲んでるように見えますよね。こう同じ瓶で同じこう数で割ってるのに、こ
こっちだ、この2つはにじんでて、これだけにじんでないんです。なんでだと思います？これで分かるのは実は DNA シェアリングの効率なんです。これ同じ細胞で同じ時系列でやってるのに、ここまでにじみが出てしまうと、やっぱりこれは DNA シェアリングの効率なんですよ。こういうこう DNA シェアリングの効率で、要は DNA の切れる割合というのが確率的にこう変わってはくるんですけれども、長くやれば長くやるほど細かくなるのは当たり前じゃないですか。逆に少しだけだと確率的にも長い断片が残りやすいわけです。そうすると当然ですけど、外に外に広がっていきますよね。スパースになっていきます。そういう様子が見えてしまうんです。これ時系列で評価できますか？難しいですよね。できるかもしれません。できるかもしれないけど、このデータ以外を用意しなきゃいけないです、そのためには。ですからチップセックの全体像をこれ見てしまうがために、そういうバイアスまで見えてしまうんですよ。 NGS プロットというのはとてもいい方法なんです。同様に RNA のデータをこの NGS プロットで見てみましょう。 RNA のデータで TSS、 先ほどと同じ転写開始点から転写終結点 TES までの距離を見てみましょう。見てみるとですね、ここから TS から TES から5プライムから3プライム、上下2キロを見てみると、 RNA セックですからポリ A セックですよね。ポリ A、 ポリ A RNA セックです。メッセンジャー RNA を取るためにポリ A がある RNA だけを濃縮してきています。ということはポリ A がついている部分たくさん取れてくるわけです。5プライムじゃなくて3プライム側にバイアスがあるんですね。 RNA セックがうまくいっている、ポリ A セックがうまくいっているという根拠は、必ず3プライム側にバイアスがないとダメなんです。ところがですね、これはアポトーシスを起こしているような細胞で RNA セック、ポリ A RNA セックをやるとですね、この分布になりません。ですからそれを時系列で RNA セックデータ、マイクロアレイみたいに発現解析したい、とんでもないです。そんなもの、こんなちゃんと5プライム3プライム、これしっかりしたデータなんですよ。これヒートマップで見ても綺麗ですよね。こう5プライムで3プライム、3プライム側にバイアスありますよね。当然ですけど、たくさん取れる部分には濃い分布が、濃いヒートマップになって、たくさん取れない RNA の部分っていうのは薄くなっていくという過程です。それが像でわかります。まあ、このようにですね、 RNA セックのクオリティチェックにも NGS プロットというのは使えるんです。これ全部、全遺伝子に対して見えてますからね。全遺伝子に対してもう本当に裸同然で見ることができるわけです。さあ、というわけでこの NGS プロットを使って今回このエピゲノム解析227ページからやっているデータに対して NGS プロットを適用した図があります。見てみましょう。ページでは265ページの右上はデータから類推するに、これは H3K4 トリメチルですね。ごめんなさい、今回用意したのは H3K9K14 のアセチル化のデータを用意しました。こちらのデータと一緒くたに評価することはできませんでした。ごめんなさい、実は僕このデータ H3K4 のデータだと思って解析してたら、途中で、アセチル化のデータだということに気づいて本と同じ内容をすることができませんでした。申し訳ございません。とにかく見てみましょう。3つのデータがあります。何かというと、アセチル化の阻害剤を、ごめんなさい、これコントロールって書きましたが SAHA です。アセチル化の阻害剤2つを入れたものと、アセチル化の阻害剤を入れてないもので、アセチル化の領域を見たチップセックになります。そのチップセックデータを見ると、アセチル化の阻害剤を入れていないものに対してアセチル化の領域を見たわけですから、当然ですけれども濃くなるはずですよね。アセチル化の領域を見てるわけですからね。何もしていないわけですから、アセチル化されている部分は濃く見えるはずです。で、これと同じ、こう一つ一つが遺伝子だと思ってくださいね。この横が遺伝子だと思ってください。その横の遺伝子に対して同じようにアセチル化の阻害剤を入れた状態でアセチル化の領域を見てみると、この赤い部分が
こうだんだん薄くなっているような感じがしますよね。そんな感じがしません。このデータは3つでデータで比較できないという人、無理だと、こんなデータ比較できない、比較できるよ、ちゃんとできるよ、ちゃんとしようよという人、なんだよ手を挙げなかったらもう今度から僕はもうスライドを送らない。はい、比較をするにはどうしたらいいかということを説明しましょう。カラーキーを書いてください。 NGS プロットは標準でカラーキーを書いています。ですからさっきのこのフィギュアは私がわざと隠しています。いいですか、汚いですよ、こういう姑息なやつに出会わない方がいいです。それをしたらこのヒートマップ比較できないじゃないかという話ですよ。はい、比較するにはこのカラーキーを見てみましょう。このコントロールデータは 1.5、 0から 1.5 で赤くなっていますよね。で、0から 0.5 で TSA と0から 0.5 で SAHA はマックスになっています。いいですか、ということは真っ赤なところがこっちでは 0.5 だけどコントロールでは1ですよ。これがヒートマップマジックです。おお、受けた受けたね、どんどん行こう、皆さんどんどん行きましょう。さあ、もっとうまく本当にこのゲノムワイドにアセチル化が抑制されてるかっていう状況を見るものとして、同じ NGS プロットで一つのプロットの図に3つのデータを並べるということができます。 TSS、 先ほどから見てるこの真ん中、ここのラインというのは TSS の位置を示しています。わざと僕これ隠してるんですけど TSS の位置がここなんですね。 TSS の位置がここです。で、 TES がまあこの辺りにあるわけですね。この赤いところが終わる辺りですね。この辺りにある状況になっています。で、コントロールデータというのはこの TSS に対してこのように、何でしょう、バイモーダルかなな、ピークを持っています。真ん中が空いてて、真ん中は収縮されてなくて両側で収縮されているような状況。それは TSA と SAHA でも同じなんですね。ですが、TSA と SAHA はヒストンのアセチル化の阻害剤ですから、それを阻害して減弱されてますね。きれいに減弱されてるじゃないですか。この実験系はなかなか美しい実験系じゃないかなと私は思います。はい、あ、トリコスタチン A です。はい、あ、ダスアセチル化の阻害剤、ああ逆になるはずですね。あれ、脱アセチル化の阻害剤だとアセチル化されるはずですよね。逆なってないじゃないですか。ダメですね、このデータ。で、実際これはもう間違いなくコントロールの方が、アセチル化されています。間違いないです。間違いない。僕データ取り違えてないです。はい。というわけで、逆の効果が現れているんですけど、これについての解釈はその論文を見てみましょう。はい、まあ、このように分布はしっかりと比較することができるということですね。これを覚えておけば、先ほどのように今、逆のデータになっているような状況ですけれども、その状況が一体なぜ起こっているのかということも、この後トラックしていけるので、こういうような評価の仕方をしてやった方がいいと。つまり、まあ、ヒートマップであんまり評価しないで、ヒートマップだけじゃなくてこうやって、ピークじゃない、グラフを書いて、やってあげると分かりやすいということです。はい、で、ここで一つ、IGV の使い方というのをお伝えします。何かというと、NGS データを見るときにですね、いろいろなブラウザを使うんですが、この章ではですね、エピゲノムの章では、ゲノムジャックというものを使っています。で、ゲノムジャックは確かにいいソフトウェアだと思うんですけれども、実は、機能制限があって有料だったと思うんですよね。で、私は使ってません。要は使ってません。241ページぐらいですね。
で、私は IGV を使います。インテグレーテッドゲノムブラウザ、これ使ってる人がかなり多いとは思うんですけれども、何がいいかというと、あらゆる論文で使われているので、やっぱりそれなりに機能が充実しています。一つは綺麗ということですね。それからローカルで動きます。ですから UCSC ゲノムブラウザーといったものを紹介してもらったと思うんですけど、ああいうものを使わなくてもパソコンの中で動かすことができます。で、まあもちろんですね、 UCSC のようなデータサーバーを、まあ、HTTP 経由でアクセスすることができて、そのデータをですね、IGV 自分のローカルでですね、やり取りしながら閲覧することも可能です。あと何よりもタグエクステンションというのが容易なんですね。これをちょっと説明したくてこれを載せています。さらに軽快です、軽いです。次に紹介する TDF ファイルというのを生成さえしてくれれば、たくさんの NGS データを一気に可視化することができます。で、これをやってる人が少ないんです。僕の周りでもほとんどいない。バムファイルをにインデックスファイルつけてそのまま見てる人いるんですけど、それメモリーたくさん積まなきゃいけないし、これ僕のパソコン16ギガメモリー積んでますけれども、16ギガでも足りないんですよ、バムファイルで、たくさんのデータを見ようとすると。なので TDF にした方が絶対にいいです。さらに TDF にするとリードパーミリオン、リード数全体のトータルリードで割ってあった値で正規化、規格化したデータとしてピークを見ることができます。まあ、そういう特典があるので、ぜひ IGV を使った方が僕はいいんじゃないかなと思います。で、まずこの TDF の作り方なんですけれども、こちらに載せています。IGV を起動して View というところを押すと Preference という項目があるんですね。で、この Preference の中に Tracks という項目があって、ここに Normalize Coverage Data というのがあります。これを押した後、チェックを入れてからデータをインポートすると、正規化されたデータとしてサンプルを複数入れたものがですね、正規化されて可視化されます。これはすごく便利です。実は UCSC でも同じようなことはできるんです。それはでもデータを加工するところから始めないといけないので、ちょっと敷居が高いです。断然 IGV の方がいいです。TDF の作り方ですね。その TDF の作り方なんですけれども、 Tools という項目があるので、 Tools を開いて2つ目の Run IGV Tools というのを押すと、こういう画面が出てくるんです、ね、で、そのコマンドをカウントにしてインプットファイルを皆さんのマップした後の BAM ファイルですね、 BAM ファイルを入力して、でアウトプットファイルの名前をつけて、次にですね、この TDF ファイル、なぜ BAM ファイルより軽快かというと、実はデータを縮約します。 Zoom レベル5というのは何かというと、今 BAM ファイルというのは1ベース1ベースの情報を持っている状態です。あるリードの配列があった ATGCCCTTGGC というものから出てきたデータを領域のデータとして保持している状況なので、たくさんのデータが保持されているんですけれども、それを5ベース前の情報に縮約してしまえば5分の1になるはずですよね。さらにその5ベース前で何を計算していくかというと、そのウィンドウ、5ベースでずらしていったウィンドウの前に平均値を計算するという操作を行ってくださいというのを指定しています。で、これをメディアにしようがミーにしようが何でもいいんですけど、僕はいつもメディアにしています。ウィンドウサイズというのを25というのを指定しているんですけど、これが今ビンをこうゲノム領域をこう平均値計算していく時のビンを割っていく、このビンの大きさですね、これが25ベースでビンで割っていくということをやっています。こうゲノムがあってリードが重なってたら、スタート地点がここだとしたら、ここを20ベースで、で次が5ベースずらしてスライディングウィンドウで20ベース、ここで
平均値、ここで平均値というのを計算していく形になるわけです。簡単ですよね。ここの中で該当したタグカウント数が1だったとしたら、それを平均値として計算するわけです。他の色もお使いください。あ、ありがとうございます。そろそろイエローカードです。時間をが押しているようです。はい、ですね、というのを計算していくんですが、何よりも一番重要なのがですね、このエクステンションファクターです。このリードをゲノムにマッピングしたときに、このリードというのはただの DNA 断片の元々ある DNA ライブラリーの、元々作った DNA ライブラリーはですね、この間が200ベースペアぐらいとか、アダプターサイズが250ベースとかあるものから、シーケンスしたのはこれぐらいだという感じで読んでるわけですね。だから元々の DNA のサイズというのはもっと大きいわけです。タグがこういうふうにマップされたときに、じゃあこの断片が本来はあるはずなんですよね。だからタグエクステンションっていうのをしてやると、リードがちゃんと山になっていくわけなんです。本来は山になっているものが、リードが短すぎて山になってない場合があるので、それをこのタグエクステンションサイズで伸ばしてやると、チップセックらしいピークの山が出てくるようになります。はい、でまあそのやり方がここに載っているわけです。これはさっきと同じですね。まあ、以上を踏まえて IGV というものを使ってやれば、こういうチップセックのピークの山を変えてやることができます。で、先ほど来私が説明しているですね、チップセックのフィルタリングの方法を使ったものと、使ってないもの、ほぼ使ってないに等しいものをですね、比較してやるとどうなるかというと、まずこれはですね、トータルリードによる規格化っていうのをやっていない状況で4つのデータを IGV で可視化しています。タグエクステンションはしてます。この状況だと Y 軸を100という値にした場合ですね、このコントロールで非常にピークが立って、先ほどと同じように SHA とか TSA はやっぱりこう減ってるんですね。これは PARC7 という遺伝子座の上流を見ていますけど、TSS 付近を見てますけど減っています。でそれに対して、TSA のこのデータというのは、この本に書かれてあるような、手順でやったデータですねを見てやると、ちょっとモコッと、こっちよりもモコッとしてますよね。ですから、まあ、ある程度ピークがあるように見えなくもない。だけどまあこれぐらいならピークコールされないから大丈夫かなとも思えなくもない。でこれを先ほど言った IGV 特有の、ミリオンリードで規格化したデータにしてやるとどうなるかというと、100というような値じゃなくて、すごく小さな数字になっていきます。ミリオンで割ってるので小さな数字になります。そうすると、どういう形になるかというと、こちらのコントロールのデータはピークが逆に他のデータよりも際立ってシャープに見えますよね。それに対して SHA、TSA、それからこれの元々の方法でやったデータというものは、まあピークが小さいというような状況が見て取れると思います。まあ、だけど、このフィルタリングをしたのとフィルタリングはしてないのでも、まあ、それほど変わらない。まあ、だからいいデータの場合はそれほど変わらないんですね。PCR のバイアスもほとんどないし、マルチヒットもそんなにないんだよということですね。まあ、そういうところを、まあ、見て取れるというわけですね。で、じゃあ僕の今回のパイプラインを使った場合ですね、どれぐらいピークの数が得られるかというと、この本の方法でやった場合はですね、3万8千から4万ぐらいですね。全部だいたい4万ぐらいのピークが見えてたのが、僕のパイプラインでやると、TSA と SS、
SAHA はですね、かなり減少します。少ない状況になります。実はですね、この TSA と SAHA のデータは僕が見た印象ではかなりノイズーなデータな気がします。コントロールは非常に綺麗なデータが取れていると思うんですけど、 TSA と SAHA は、ほとんどバックグラウンドと変わらないようなデータが多い印象があります。まあ、こういう、まあ、結果の違いが生じてくるというわけです。はい、で今ちょっともうこれで1時間12分経っちゃったんですけど、チップセックの統合解析のところに移りたいと思います。10分ぐらいできない。もうちょっと10分次の動画流せないんだよ。了解です。終わらなくなっちゃう。了解です。10分で終わらせます。はい、このあとですね、ピークコールというものを行っていって、山がどこにあるのかっていうのを決定するわけですね。そして、シス解析とか、アノテーションの解析に行っていくわけですけれども、これをこの本では解説してるんですが、これでは単体のデータは扱えるんですけど、複数のデータは扱えなくなってくるので、ホマーというソフトウェアを利用して、そのデータの統合というのを行っていきます。まあ、そうするとですね、この統合した後のデータというのは、このアノテーティッドピークパールというのを動かした後のデータになるんですけれども、先ほどのデータと同様にですね、そのデータを一括して4つのデータを1つのテーブルで扱えるので、まあ、NGS プロットも統合して解析できるし、モチーフ解析というのもその、全体のデータで共通する部分とかユニークな部分というのをすぐに見つけてですね、 Excel でですね、フィルタリングするだけでモチーフ解析したいリージョンを集めてくるということができるようになってきます。まあ、そういう解析方法と、あとですね、実際ですね、このマージピークというのでピークコール後のベッドファイルというのを結合させるんですけれども、結合したデータに対して、RNA の解析のようにですね、統計学的な解析をすることができるような、ものになっています。それがこのホマーというものなので、ぜひ、まあ、使っていただきたいなと思うんですけれども、その使い方についてですね、ここのページに載っています。でこのページを紹介して、終わりにしていきたいんですけれども、皆さんももしよかったら、この URL 叩いていただければそのページに飛べるんですけれども、結構他のツールに比べると単なるパイプラインなので使いづらいです。使いづらいんですが、慣れるとありとあらゆるチップセック解析ができてしまうので、これ一つで何でもかんでもできます。NGS プロットライクなこともできるし、できないことがほとんどないというぐらいですね。で、その手順としては、マージピークスというのと、ゲットディファレンシャルピークスというのと、アノテーティッドピークスという3つのプログラムを使います。で、この3つのプログラムは、ピークをマージするというのと、ピークの情報について再カウントして変動解析をするというのと、マージしたピークに遺伝子の情報を付加するというこの3つの過程を得ていきます。でその過程についてはですね、この1番から2番ですね、これはディファレンシャル解析です。それから3番ですね、ピークに遺伝子アノテーションを付加するというところで付加してやると、まあ、実際にですね、ちょっと付加したものを見せることが、このパワーポイント上でしかできないんですけれども、例えばここのテーブルに書いてあるように、染色体情報にマージしたピークのオリジナル ID をつけて、その領域から、ここにですねスコアが3つ並ぶんですけれども、3つのデータに対する、ピークのスコアを並べて1つの共通した領域として、取り出すことができるようになります。まあ、こういう方法を使えばもうまるでマイクロアレイデータみたいにチップセックデータを解析するように解析できるようになるし、ディファレンシャル解析もそのままできてしまうということですね。で先ほど
中里さんが説明していたようにデイビッドにかけるときもこの情報になってたら、あとは遺伝子の先ほどの3番の遺伝子アノテーションをつけてやれば、ディファレンシャル解析の後のアノテーション解析、パスウェイ解析も、まあ、全部できるような形になっているということです。ですので、まあ、チップセック解析を、横断的に、まあ、統合的にやりたければもうホマーを使うともう最適ということになります。で実際ですね、それを解析し終わった後のデータはどうなっているかというと、その実際解析で使われたピークの情報と染色体情報と、それがどこの遺伝子にあるか、イントロンなのかインタージェニックなのかエクソンなのかですね、それから TSS からの距離とか、それからレフセックの ID、 アンサンブルの ID、 ジーンネームが付加されたテーブルとして、 Excel のライクなテーブルとして得られるということです。でこれを使えば、MIME スイート、これを使えばモチーフ解析を全般的に扱えるんですけれども、先ほどのデータになればこれにすぐに使うことができますし、これはベン図を書くものなんですけど、パビスっていう、ツールで、この教本にもベン図を使うツールが書いてあるんですけど、パビスの方が簡単なのでベッドファイルそのままぶち込むだけでですね、どんなゲノム領域にそのベッドファイルが該当するかということも解析できます。あと先ほどデイビッドの解説があったと思うんですけど、実はですね、ここになぜデイビッドはもう必要ないのかというようなことが書いてあって、デイビッド必要ないと、もうアップデートが6年されていないということがここに書いてあるんですけど、デイビッドに代わるツールだと自分自身で言っています。ぜひ使ってあげてください。使い方簡単です。どうやるかというと、ここに GID のテーブルぶち込むだけです。だからさっきのもう作ったテーブルをそのままユニークな部分とかマージしてる部分とかいうので取り出してここにぶち込むだけです。そうするとパスウェイ解析をやってくれます。新しいデータで、デイビッドではなくてメタスケープを使いましょう。はい、長くなりましたが、これで終了です。